外に出るのあんま好きじゃなくて、寒い中にいて体で適応していくのかなって。それは間違った認識だったんです。マイナス4度ってやばいよ、体びっくりして寒いところとかに解き放ったりストレスを外部負荷で与えてあげると体温って人間高まっていくんですよ。汗かいてますってのはすごい体の調子が良かったりとか、意外とこっちの方が動くっていうのが不思議。だから血流量がすごい多いです。寒い環境でやればやるほど限界値が上がるし、体温が持ってる力っていうのが出せやすくなる、まあ、それがすごい楽しかったです。もう一回起き上がって頑張ると寒冷環境に過ごされた時だけの特徴さあもういいやって思うところを感動しつつ、2つ僕も追いつかなきゃ頑張らなきゃ、持ってるものは全部出し切れたかなと。やっぱ知識を知ってるかどうかで本番でパフォーマンスを出したいときにするか出せないか変わってくると思うので、もう自分でもう一回考え直して明日から今から